根本尺投げは、筒子かツ,ツジ属尺投げ屋族の常緑低木。白山尺投げを分類上の基本種とする、八重崎の品種。別名、八重白山尺投げ。実生地は、国の天然記念物に指定され、福島県の県下にもなっている。白山尺投げの八重崎品種。尺投げ屋族は、合弁の一重果敢があり、十個の大しべと一個の、 メシベを持つ。根本尺投げは、この湯水の花糸が花弁化して、互いにつながって、花敢状になったもの。花弁化の程度はいろいろあり、花糸に、浴場の円がついている状態で、両隣の花糸の翼とつながっていない、未完成状態のものから、見え花敢まで知られている。1903年、福島市販学校で共有の根本漢字の福祉を、していた。 中原源氏が、あずまんの大根森で、白山尺ナげの二重化監渉を発見した。その標本は根本を通じて、牧野富太郎に送られ、1909年に、牧野によって、学名、ロドデンドロンブラキーカーパム、D ダンバリエーション、根元ナム牧野は妙、根元尺ナげと命名、発表された。編集名バリエーション、根元ナム及びは妙根元尺投げは、 根本漢字への懸命である。この中原によって採集されたものが基準標本となっている。発見者の中原源氏は天然記念物調査のため福島に来た三好学を現地に案内した。1923年3月7日、自生地である東山系の一彩京山山腹の北東側、西の河原付近約8ヘクタールが、 東山八白三尺投げ自生地として国の天然記念物に指定された。また、1955年2月4日には、あだたら山系の鉄山を呼び、三ノ輪山の山腹である福島市土湯温泉町、日本松市稲脇城町に所在する国有林があだたら山八百三尺投げ自生地として福島県の天然記念物に指定された。 基本種の白山シャクナゲは、北海道、本州、四国、朝鮮半島北部に分布し、阿光山の林内に生育しており、火山を取り巻く、低木林の植物として普通に見られる。これに対し、八重崎品種の根元シャクナゲは極めて少ないため、稀にしか見ることができない。あず山、あ山以外では、岩手山、鳥海山、南大山で確認されている。 ありがとうございます。